Today is the new day for you and for El Park. Today we learn how to be happy, not perfect. Season 3 皆さんんよう、ベリアナですみんな元気にしてたん本日は l ルジャパンの皆さんがなんだか私のこの脳みその中を覗いてみたいとおっしゃっておりましたのでお話をしてまいりたいと思うんですが。 ろくでもないことしか考えてないよ、基本的に。大丈夫なのかしら。大丈夫でしょうか。あよろしくお願い致します。あ本日は、えー、私の初期日もね、そちらにいらっしゃって、お声だけなんですけれども、参加してくださるそうでございます。すんごいカメラの数だね。 相変わらず急に増えたよね。ね、ドキドキしちゃう。よろしくお願いいたします。見えてない？大丈夫、見えてないです。それこそ朝起きたらもう一歩手前のことしか考えてないですね。あ、お水飲みたい。あ、ストレッチしたい。あ、お腹空いた。 そういう感じでのうのうと生きてきてるんですけれどもお仕事とかそういったものが決まってる際にはもちろんあの何ですか大体まあシュキピーがこう私のこうお尻を叩いてせかしてくださるんですけれども基本的にはちょっとゆっくりちゃんなのでえぼーっと準備をして。あの本日も ほんとギリギリに列車来てすぐ乗るみたいな感じでギリギリでやらせていただいておりますうーんお互いその時にこう食べたいものがかぶってることがほとんどなんですね。昆布締めとか作ってくださる時あるんですけれどもああまた昆布締め食べたいなって思ったタイミングで。 大体また作ろうかなって言ってくるっていう感じなのでちょっと不気味 <laughs> でもなんか作ろうかなっていうと食べたくなるよねそれをあそういうあ操作してる私のこと <laughs> いやいえ <laughs> してないけど <laughs> なんかコントロールされちゃってるのかと思っちゃって今びっくりしちゃう恐ろしいですね昆布じみがいいですね ラザニアテンション上がっちゃった今ラザニア食べたいな,な,いなラザニア食べたい手間がかかるのでめんどくさいくて作らないの、ね、で今度食べようラザニア美味しいんです再認識という意味では私結構こう大都会のルーザー人のルーザー人の中でも大都会の方で 暮らしていたんですねやはり私はこう人がいっぱい溢れているところが苦手だったんだなっていうのは再認識できたかな。私が今暮らしている野座寺は人が少ないそして大自然が結構周りに生い茂っていたりだとかたよたっているので風も多いし。 なんかね体調が悪い日が減ったというか気分がこうなんだか重たいなあというか偏頭痛するなみたいなそういうのも減ったしお引越しお引越しして良かったなって本当に感じてございますうんワンちゃんたちもねこうお散歩もさこう楽しそうにしてくださるしまあ、人がね。 ちょっと警戒心が高いものであまり人が多いとねちょっとビビっちゃう私あのドミノちゃんという野犬ちゃんがいるんですけれどもその子がねこう何歳くらいだっただろうか一切なってないくらいの時に抱きがかえて新橋の街をねこう,うろうろしたことがあるんですけれどもすんごい怯えてたものね、うん、こう人がわさか いいらっしゃゃるじゃないたもんでビビり散らかしていましたけれども今はねそんなに人混みが多いところにこう行く機会もないのでのどかですよ私はあの何て言うんでしょうかこうなっていきたいそういうこう何と言うのか目標めいたものを基本的に持って生きたことがほぼない。 のでちょっとなんて答えたらいいんだろうって思うんですけれども言ってしまうともう健康だったら何でもいいなって思っちゃうえワンちゃんたちも猫もさ私とシュキピも健康であればどんな形でもいいかなって正直思っちゃってるいわゆるパートナーシップとかそういったものがきちん としたた形で組めるようにななったらいいなといか結婚できるようになったらいいなといかそこら辺はさすがに思いますけれども温かい家族が築きたいみたいな,なんかそういった漠然としたものすらないおそらくそれはもうすでにもう温かいからだと思うんですけれども。ね。で、ねまあ、でもたまに二人で話すのは こういういい年の取り方したねねは話すよ、ね、あそうですねずーっとギャルでいたいってしわくちゃの老人になってもギャルマインドでいたい全身ピンクとかやりたいよね、うん、そうそう全身ピンクとかアクセサリーじゃら付けとかやりたい。うん、それで好きなゲームにこう 課金したりとかしたいって。あ,あ、いつもそ,うそうそうそう。ゴリゴリにソしゃげとかしてたい。ガチャ引いてたい。っていう話を。します。あ、それはすごくする。<laughs> めちゃくちゃその話する。二人でよく。話すのは。あの、大人用の子供服があればいいよね。ってそれは本当にお話をしてます。<え>なんか落ち着いたデザイン。とかがどうしても。まあ、多いので。 どっちかっていうとこう子供服すごくかわいいからそれが好きなそのまま大きくなればいいのにって話をしてますアプリケとか大人のお洋服ってあんまりついてないですねほら誰もついてないアプリケそうつけてほしい今日はあの既製品なんですけれども 大体あのオーダーでこうお衣装を依頼する時はパフスリーブやたら言っちゃいますね布が少ない露出の高いお衣装でも「パフスリーブだけちょっと」っつってあのパフスリーブがない状態だとちょっとね上腕二頭筋が結構目立っちゃうのでえこれくらいがいいかなと。 先々のこう本当にそれこそ10年後20年後何歳の時にこうなっているっていうプランご自身のプランを設けることでこう自身を鼓舞できて前に突き進んでいけるちょっとや外じゃへこたれなくなるそういった方ももちろんいらっしゃるしそういった方も私存じ上げておりますけれども。 私自身はそれをしちゃうとへこたれた時に物ごつい落ち込み方をしてしまうので一時期はねこうやはりこう周りの方やっぱりこうやる気に満ちあふれた方々の中で働いていましたので自身も何か目標というものをしっかり持って。 生きていいかねばと思いちょこっと無理していた時期もあるんですけれどもやはりこう崩れていったメンタルも体調もそうその中でさあまあなんかこう無理するのを一旦やめてみようっていうタイミングを迎えてそこからがねやっぱりこういろんなことがスムーズになっていたし。 そのマイペースな自分も悪くないなって思えるようになって。これはでも本当に合う合わない。私のような生活をしていると、もうずっとこうゆっくりこう。落ちていっちゃう方。いらっしゃると思うんですけれども。私と同じようにこうマイペース。極まりないこうメンタル。でやっていくことによって、ほんのちょっとずつ。 こう目標に近づいていたりだとかこう自身がこうあったらいいのになみたいなこうふんわりとしたものに対してこう年月はかかるけれども少しずつスローペースで向かっていけることも多いんじゃないのかなと私は考えてございます。うん、そううだねどちちらかというといい僕が普段見ていてブリエナちゃんで感じるのは多分 目先々の目標設定をしちゃうとそれを叶えることがこう目標になっちゃってなんかこう余裕がなくなっちゃうというか、うん、なんかもうそれ以外のことがこう見,見えなくなっちゃうから見えなくなくっちゃいますね、うん、それで疲れちゃうその何かマラソンに疲れちゃうみたいなただふわっと生活してると心に余裕が本人はできるので。 面白いこととか自分がやってみたかったことが降りかかった時にそれをこう受け入れられるこう隙間があるというか余裕がある状態で生活していることがすごくブリアちゃんにとっては大事な,のかなと、うん、そうですね私あの本当にこう先々のこう目標みたいなものを勝手にこうかっちりかっちり決めてしまうと。 視野が本当に物理的にこう狭くなっちゃうので、それで頭がいっぱいになって、自分の手がどれぐらい開いてるのとか分かんなくなっちゃって、いろんなものを倒すんですね。そう、いろんなものを倒したり、あのぶつけるはずのない場所に足の小指ぶつけたりとかするんですね。飛び出てないところにぶつけたりするんです。なので、こう自身の視野がこう広くあるためにも。 少し余裕の持ったマイペースな目標設定というんですか埋めこう隙間が気になっちゃうと思うんですねそもそも私自身 YouTube 始めたばっかりの頃ってもうまださこう世の中も落ち着いていない状況だったし私一人でこう 企業さんとのやり取りとかをしたりとかあの撮影の日程だったりとかそういったものも組んでいたんですけれどもやっぱりこうあらここ入れられるじゃないかってなってあらこれ楽しそうだじゃあ乗ってみようみたいなのがこう続くと隙間がなくなっていってえみたいな。 あとどのタイミングで私休むんだっけみたいな感じになっちゃってバンバンなっちゃってたので止めてくれる人がいない場合はもう本当に自身で止める術を工夫して覚えるしかないですよね隙間を気にしない努力って結構大変なんじゃないのかしらねどうですか僕はなんか一回ブリちゃんの YouTube でも 言ったことはあるかもしれないんですけどあの仕事に関して言うとあのスプリットマラソンというかこうシャトルランみたいなものだと僕は思っててこう仕事って走り続けたらいつかは絶対に走れなくなるので意図的に自分でこう休んでちょっとこう青空を見る時間を作って しなないとまた全力で走れないからなんかもし一人でこう悩んでる人がいたらそれはもう自分のなりたい自分に対してもそうだし仕事に対してもそうなんですけどずっと走り続けるとそのままのスペースで走ることは絶対にできないと思うんで結構ブリちゃんはそれができないタイプだったので。 あの僕たちはホワイトボードにスケジュールを書いてあの無理やり休まないといけないって思ったタイミングはもうそのスケジュールの日に罰をつけてましたそそうですね、うん、そこから少し余裕が生ま私たちはでもお互い、まあ、別でこう失敗して学んでいるというか彼は彼で。 私と出会う前にこう走りすぎてぶっ倒れたタイプなので、まあ、学んでも学んでも結構やっぱり繰り返す失敗の一つだと思うのでつどつど気づかないといけないかなという感じはいたしますけれどもあ無理しててるわ、私ってあそうですねあのポール・ランス本当に大好きで。 私は本当に生涯のスポーツアクティブなことだと思っているんですけれども一時期本当にこう生活が苦しくって YouTube 始める前ですねポールダンスの講師、えー、ショーパブあと柔道訪問介護っていうのかしら50度の障害を患った方 のケアををすする、るサポートをするその方がこう例えば映画館に行きたいカラオケに行きたいお友達に会いたいお仕事に行きたいそういった時にこう移動を支援したりだとかお食事をケアしたりだとかそういうことをするお仕事も掛け持ちをしていたんですけれどもそれでもやっぱりこう。 十分ではないそうなった時にポールのお仕事をきっぱりやめてしまってすべて介護のお仕事入れたならばもっともっと安定するなと思ってあのポールダンスのお仕事ってチップが多い日もあればない日もあるそういうのがこう連続することで 収入が多い月と少ない月の差がすごく激しくなってしまうとても不安定だったので一時期本当にそれがもう私の頭の中を占めてしまってどうしたらいいんだろうじゃあボールダンスをきっぱりやめてボールダンスから離れて介護の仕事一本で私と出勤ピットその時はハニーさん トイプドルのの子と猫ちゃんんギズモさん養っていたのでもっともっとこうちゃんとした生活ができるようになるんじゃないのかしらと思ってもや,もや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 してシュキピンに何度何度相談したのかちょっとわからないんですけれどもおそらく56回56回相談してその都度 止められあなたからポールダンス取ったら一体何が残るんですかみたいな口ぶりでしたけれどももうちょっと優しかったかなごめんなさいちょっとトラウマなのかしら <laughs> そうなんです止めていただいて私がこうアウトプットをしなくなるということをおそらく彼は避けたかったんじゃないのかなと思うんですけれどもそのタイミングで彼があのお仕事を変え おそらくなんですがこう私が収入を増やすことをこうチャレンジしていくよりちゃっちゃと自分の給料を上げた方が早いなってお考えになったんだと思うんですおそらく。そうですかはいあのようですえそういういタイプですよね。はい なんかまどろっこしいのが、結構嫌なタイプみたいで。すごい、すごいなんか、ドライな感じ。あ、聞こえるけど。あもっとな思いやり、思いやり。思いやりの中で。そういった選択をしてくださって。はい。おりますよ。<laughs> はい。そうですね。思考としては。手っ取り早い方が好きという感じだと思います。はい、私の、この。 表現をするとかエンタメエンタメをこうやめさせないっていうのは彼の思いやりだろうなってすごく感じましたねとても感じましたなんかこうブリアナちゃんからポールダンスを取ったらブリアナちゃんじゃもうない僕の中では好きになったブリアナちゃんでポールダンス込みだったからそこからこう 彼女からそれを奪ってはいけないなっていう思いとなぜ僕が養わないといけないんだろうっていうそのプライドみたいなものとかもいろいろとあったんですけど二人で二人プラス犬と猫と自分の家族が幸せになるためには自分がもう仕事を変えて稼いじゃってお互いにハッピーになる方が全部まるっとうまくいくじゃん。 っって思って思かからはすごく早かったです、まあ、なんでこうまずは本人から本人らしさを奪いたくなかったっていうのが大前提にあって結局この人とずっと一緒にいたいよなみたいなのをいろいろ考えた結果ブリちゃんをサポートするよりもさっさと自分が転職をした方が早かったっていう感じです。はい、頭が割りますはい 私はその出来事がコロナ禍で起きたこういろんな流れ私たちのこう心の動きだったり生活だったりとかをこう過ごしている上でこうとてもリスペクトが強くなった彼に対しての。と同時に本当にかなわないなっていう私にはそれはできないっていう。 よく思ってますね未だにこの言葉がこう世の中に広まることによって過ごしやすくなった方あるいはこう生きていく上でのヒントを見つけられた方もちろんいらっしゃると思うんですけれども私個人といたしましては。 それこそそのセルフラブという言葉自体なくなっちゃえばいいのになって正直思っちゃってるその言葉がなくてもこう当たり前に皆さんがこうご自身を甘やかせる世界になっちゃえばいいのにって常々思ってるかなこう世の中ってこういうのは甘え こういうふういいふにしている人はううまくいいいいかないってて情報があふれているそして少しでもそれを気にしている方はもうそれを見たらそれで頭がいっぱいになっちゃうだもんでこうどんどん自身にこう甘やかせてる休み取れてるしなって思ってる方も実際のとこは結構詰めてたりとか。 ししちゃってるしなんだかんだこうご自身でご自身を追い詰めちゃったりとかしてる方多いなって日々思うのでもっともっとゆるゆる生きていけたらいいのになって常々思ってますセルフラブいつかなくなっちゃえばいいなって思ってる。 セルフラブがテーマだからさちょっとしばらくは今しばらくは使わせていただこうかな言葉がある方がねこう整理しやすい人も多いるからねそう,、うん、そうねただご飯食べるってわざわざ言葉で意識しないからさそのぐらい当たり前なことになればいいのにね、うん、そうね 本当にあのマクドのフライドポテト食べたいみたいな感覚で。ご自身をケアすることも。当たり前にこうしてほしいというか。あまり例えじゃない。あら、そうだった?。ごめんなさい。<laughs> 歯磨きとかの方が良かった?。ケアしたくなるっていう感じがあるかもしれない。そうですね。あの。 もう一人ご自身がいるって思い込めるととても分かりやすいと思うんですけれども私そっちタイプなんですね。この私を癒しして差し上げたいじゃあ何が必要なんだろうあこっくり系のアイスクリームだっていう感じで第三者のような感じで見れるようになるとより。 自身が何を求めていて何がケアになるのかわかりやすくなるんじゃないのかなって思ってるんですけれどもちょっと特殊、うん、そんなことない自分と会話するってとあ、そう、そう、対話独り、うん、言独り言独り言、うん、大切だと思います独り、うん、言声出さなくていいけどね心の中であ、そうです、うん、私結構心の声がちょっと出ちゃうタイプなんですけれども 私たちは完璧じゃなくていい私たちがどの程度幸せかそういったことに目を向けることが重要なんじゃないのかしら私とエルさんとこの企画を通してセルフラブセルフケアそういったものを学んでまいりましょうあそれって。 チャンネル登録してくださってるかしらこのエルさんの YouTube のチャンネル登録してなかったらすぐさま押したチャンネル登録ありがとうございます。See you in the next episode.